まずこんにちは、今日は初めてのスパーリングシリーズです。攻撃をしたい、ディフェンスをしたい、でもうまくいかない、これは誰にでもあることですけれども、ストレンにおいてどちらにおいてもですね、攻撃行く時もディフェンスする時も大事な要素というのがあります。まずこれができていないと攻撃うまくいきませんし、ディフェンスすることもできません。それを今回ご紹介したいと思います。題しまして、土台を固めろです。はい、よくスパーリングをやっているとですね、起こりうることとして、僕が攻めたい相手、上級者です、攻めに行きました、はい、ちょっとこれ大げさですけれども、よくあることとして流れること、流れるというのは攻撃をするときに、攻撃を例えばミドルキックを蹴ります、あ、これは流れていない、流れたときっていうのはこういう攻撃ですとか、こういう攻撃です。自分が移動しながら攻撃している、特に蹴りの場合多いです、ミドルキックを蹴りたい、相手もやっぱ動きますので、動く相手に対して動きながら蹴る、あとは、これ正面部とかにも多いんですけれども、ミドルキック蹴るときに飛んで蹴りに行くですね、これは非常に多いですけれども、うまくいきません、当たらないこともありますし、当たっても痛くないで、隙ができるので反撃をもらってしまうというのは非常に多いです。でパンチにおいてもパンチを打ちました、流れたりですとか、パンチを打ちながら自分が不安定な状態になっていること、これは相手を押すこともできませんし、自分が流れているので、反撃もうまく相手はやりやすくなるわけです。ここの部分がしっかりできていないと攻防がしっかりできません。自分が当てたい攻撃を当てたくても、これができていないとうまくいかない、これが意外と気づきにくい点で、自分がそうなっているというのを気づいていない方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、ぜひ周りの人に自分の動きはどうかというのを確認するのもいいかもしれません。で、土台を固めるというのはどういうことかと言いますと、パンチを打ちたい場合、必ず最初踏み込みます、蹴るときも踏み込みます、この踏み込んだところが自分のベース基地になります、自分の拠点、ここを土台として蹴る、ここを土台として打つようになります。人間立っている時というのは土踏まずの真上に重心があります。これをほんの少しつま先側に打つだけでも、こう前に人間倒れそうになるんですけれども、この倒れそうになる重力を使いながら攻撃をしてあげると、これだけでも相手にダメージを与えることができます。それをうまくするために必ず踏み込んでやります、まあ、助走ですよね。この踏み込みがない、立った状態、このままスパーリングをしているとき、相手は踏み込んできます、自分はこうまっすぐ重心が立っているので、後ろに押されると重心が後ろになって後ろに崩れてしまう、蹴るときも自分の重心が真ん中に残った状態だと相手にダメージも与えれませんし、ここで相手のパンチが来ると必ず崩れてしまいます。これ非常に多いんですけど、そうならないためには重心を前に持っていかないといけない。前に持っていくとむちゃくちゃ距離が近くなって、距離が近くならないように蹴るときは頭をちょっと後ろに下げてあげると、パンチを打つときは必ず頭を横にずらすようになるんですが、まあ、そのためにもまずは踏み込み、土台を作ると、自分の重心を前に持っていく要素というのはここで完成します。でこの土台がちゃんとできていないと、もうさっきの流れる攻撃になるので、自分が攻撃をしたいときはパンチをする、まずジャブを打ちたいときだと、これしっかりと踏み込んで蹴るときも蹴りたい方向に向けて踏み込んでしっかり蹴る、これと同時に重心をやや前に持っていくと、
ダメージも相手に伝わりますし、体が流れない、しっかりとそこにコンパスの針を刺しているので、ブレることがありません。そこを軸に攻撃をすることができる。で、ディフェンスする場合も同じです。ここにしっかりと土台をドン立てていないと相手攻撃きます。これでしっかりディフェンスできますけれども、土台がない。なんとなくこう立っているだけだと相手攻撃できます。両チームがどんどん後ろに持っていかれるので押されてしまいます。なので、ディフェンスするときも土台をしっかりと立ててやる。で、やや重心を前にしてやると相手の攻撃に対してしっかりと力強くガードすることができます。この土台をぜひ、確認していただければと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。